NHK の木原です。 5% の関税は、まあ、かからないということになったということは良かったと、まあ、それはそのアメリカ、米国、メキシコにとって良かったっていうだけでなくてですね、世界経済についても良かったというふうに思います。まあ、このこういうふうに世界経済不安感強い中ですけど、ただ依然としてその不確実性が残っているということはその通りだと思います。特に、まあ、貿易関係ですね。結局トランプさんはメキシコに関税は発動しないということになったんです。はいはい。